俺様がセコンドについている。どうも。一方、間違ってもやられんじゃねえぞ。ああ。それじゃあ始め。警戒だな。相当速そうだ。さほど威圧感は感じない。だが日本チャンプだ。この人に僕のスピードが通用するか。潜られるな。連打で突き放せ。俺とのスパーより早いぜ。アドバイスいらねえかこれ。ムカつくぜあのツラ。もらってんじゃねえ。後輩が突き上がるぞ。打ち終わりを狙ったのにバックステップも早い。よし、スピードについてきてない。鋭く早く。打ち終わりは必ず体ごと移動する。左が鋭い。大振りしたら即カウンターが飛んできそうだ。綺麗なボクシングだ。宮田君に似てる。下はガードした手がしびれる。まともにもらったらやばかった。安心してんじゃねえ。それはガードさせんのが目的なんだ。引けない。いつの間にか足が止まってた。しのげ、パンチは見えてる。避けられる。違う、そっちじゃねえ。なんでロープ背負ってんだ。誘導されたのか。なんだこの威圧感。さっきまでと全然違う。ああ、きついの入れやがって。いや、動き早いからやらなきゃやられると思って。よし、どうだ高村。それがセコンドの態度か。お？まだ10カウント入ってませんよ板垣君。来ないならこちらから。あれ、ようやく気づいたか。ま、3ラウンドで4度のダウンなら上出来だぜ。4度も。さすが日本チャンプだ。レベルが違う。